任天堂何 DNA と提携らしいじゃないですか。ビビりましたね。いや、マリオどうやって解禁すんのかと思ってたらさ、こういうやり方ですよ。任天堂は追い込まれていると言われるが、そうは思っていない。いや、これはどっちにもプラスっていうか、俺、任天堂も、俺 DNA もこれ両方ね、これ気配は高くなると思うんだよな。いや、俺これね、両方これ多分かなりの買い気配になると思うんですよ。あ、ちなみにトピックスも日経も全部僕踏まれてます。インバースね、日経ショート。しね。任天堂。あ、まず多分 DNA が、これで出るかな、DNA で。あ、出ない。これで出ねえのかよ。ディー。あ、失礼しました。ストップ高じゃねえかよ。ですよね。うーわ、すごい。いや、DNA と任天堂売ってたやついると思うわ。めっちゃいるから。これは踏まれるぞ。昨日の段階でいくらだったの？昨日の終値が、前日終値で1407円。うわ、持っときゃよかった、 DNA って。俺相当前だけど、っていうか持っときゃプラテンじゃねえかよ、 DNA。 マジで？そうですよね。いや、俺任天堂もね、多分買い気配だと思うよ。これどうやって検索するんだっけ、任天堂。あ、うん、ほら、ストップ。うわ、任天堂ストップ高かよ。前日終値14,080円。似てるな。一緒じゃねえかよ。お前らなんか数字が。17,080円、任天堂ストップだから。そうですよね。いや、そうだと思いますよ。いや、踏まれてるやついっぱいいるぞ、これ。DNA なんてさ、PER じゃねえや。これ相当いくぞ、これ。うわ、ほとんど、あ、倍率11倍か。そうでもないんだな。でもこいつらまあ、まあちょっとかわいそう。まあでもそこまで何連ってわけでもないだろうな。まあ新興、小型の新興とかと比べたらまああれだけど、任天堂はもっとやばかった気がするな。あ、任天堂じゃねえや。任天堂もっと倍率低かった気がする。倍率1.21倍。ああ。うわー、値が差株ですからね。これ28万3000株ですけど、100株で、いくらだっけ？あ、1000株か。1000株単位か。ああ。ああ、あだな、これ。これ1枚売ってるだけでも現状、昨日売っただけでも30万だろ、一撃で。ああ。任天堂空売り、俺この時しなくてよかった。俺ね、任天堂一瞬空売りしようかなってこの頃ね、思ったこともあったんですけど、まさかの DNA 提携ですね、これ。まさかの。掲示板ちょっと見ようかな。これは売ってるやつら死んだろう。買えそうにない。買いが売りの50倍になってたな、 DNA。 確かに。まあ時価総額が結構あるからな。そこまではいかないとは思うけど、まあでも、任天堂なんて特に売ってた人はね、チーンっていう。え？ 300 万の損失？ 1000 株で？あ、そうだっけ？一撃300万？ちょっと待って、任天堂ってさ、あ！ 1 万4000の100株だよな。だからまあ140万、あ、まあ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 、まあ、1枚だったら30万だよ、一撃で。 ストップ貼り付けだよ、任天堂が。すごいですね。日経を牽引しなければいいんですけど、僕そこだけですよ。任天堂と DNA で牽引しないでほしいんですけど。いや、ビッグニュースですよ。いや、任天堂にとってはこれいいことだと思いますよ。もう絶対必然ですからね。必然の道だったから。おめでとうございます。ホルダーは。あ、任天堂ホルダーでなんか鬱陶しいやついたな、そういえば。おめでとうございます、それも。
これも相場ですよ。おめでとうございます。あのついでじゃないですけど、僕の信用の盾玉ですね。ね、トピックスも森永、つか森永さ、なんなの森永の、ちょっと抜こうかなと思ったらさ、もう担がれてます森永。ブロードリーフ森永、空売りしてます。ファミリーマートも空売りしてます。ちなみにでインバースを、買ってます。トピックスの現物ソディックが唯一プラスで、エニッシュダメ、ファミリーマートこれ買いで両立てしてます。トピックス現物でも買って、 VR 法人死んで、指揮棒はエボラが来ない、ブロードメディアコロプラ、はい、悲しいですね。日経ショート CFD の空売りはもういくら担がれてる、600円以上担がれてる。もう本当にね、死にたい。日経のチャートなんて見たくない。みんな死んじゃえばいい。俺日経、任天堂買っとけよかったマジで。 DeNA 持っとけ。俺 DeNA も損切りしたんですよ僕。いつだったっけな、俺 DeNA 損切りしたんだけど、マジ持っとけよかった。